ここ北広島市虹ヶ丘地区は札幌市と隣り合わせの比較的新しい住宅地。こちらの夏祭りにお邪魔しました。北広島団地地域交流ホームふれては地域の拠り所となることを目指しています。ここで毎年開かれるようになったふれてフェスティバルは今年で5回目を迎えました。ルールは至って簡単。不要な本を提出してカードをもらい、同じ冊数だけ違う本とバクリッとできるというものです。使えるそうなので、今年の本と一緒に持ってきて取り替えたいなと思います。健康づくり市民ウォーキング、とても今日はいいお天気になりましたね。おかげさまで絶好の日和です。7月4日5日、北広島市に広島県や道内各地の蔵元から日本酒が54銘柄勢ぞろいしました。ツールド北広2015北広マウイの自転車旅が実施されました。
東広島のツバっていうのはさ、食べるものがいいんだよ、ね、でそれでね、俺は癒やしいからね、常に参加するんだよ